はようございます。熱意が道を切り開く。先日仏神の吉田亮さんにお越しいただいて、円覚寺でご講演してもらい、そのお話を聞いて思った言葉です。仏神というのは2017年4月に公開した神社お寺の投稿サイトであります。仏神は今や毎月100万人以上の神社寺院御朱印ファンが集うサイトになっています。公式寺社も1480件を超えています。円覚寺も入っています。その仏神を立ち上げた吉田亮さんにお越しいただいて、100年後にお寺を残していくためにという題で2時間講演してもらったのでした。3月の下旬は雨が多かったのですが、吉田さんにお越しいただいたその日は実に晴れた良いお天気でした。まさに明るい吉田さんのお人柄をそのまま表しているようなお天気でありました。2時間のご講演に質疑応答も45分もかかるほどの熱意のこもった講座となりました。終わった後に控え室で吉田さんから、そもそもどうして自分を講演に呼んでくれたのかと聞かれました。とっさに答えたのは面白そうだからということでした。吉田さんという方が実に面白そうだからお願いしようと思ったのでした。私にとって面白そうは最も大事なことなのです。それから何と言っても吉田さんの明るさが素晴らしいからなのです。若い修行僧たちには今の時代あまり希望の持てる話が少ないのです。これから先お寺の何割かが消滅してしまうなどということも耳にするのです。暗い顔して暗い気持ちでいては行く先も暗くなるのは当然であります。吉田さんにこれから希望の持てる明るい話をしてもらおうと思ってお願いしたのでした。修行僧たちと最近修行道場を出たばかりの若手の和尚様方にもお声をかけて開催したのでした。2時間にわたるご講演は素晴らしいものでした。まず何と言っても感じたのはその熱量であります。声もよろしく、リズムもよろしく、あっという間に2時間が終わっていたという感じでありました。その日は吉田さんは和服でお越しくださいました。そのお姿を拝見しただけで講演に臨む気概を感じました。若い修行僧に聞かせてあげたいと思って開催したのですが、私自身が最も聞くべきお話でありました。仏神さんの素晴らしいところは、神社お寺の情報サイトなのですが、決して悪いことは言わないようにしていることです。ご講演でも仏神で素晴らしい成果を上げた事例をいくつも挙げてくださいました。最寄りの駅からでも歩いて1時間半もかかるような神社でも、仏神で情報を発信するようになって参拝者が増えた神社のお話もありました。また仏神がご縁になってお参りしていた2人が結ばれ結婚したという話もありました。お寺でもご祈祷が増えたりした例がありました。今回のテーマは100年後お寺を残していくためにということで、まず吉田さんから参加者に質問がなされました。一人一人に聞いて行かれました。聞いているといろんな答えがありました。まずは自分がお寺を継ぐこと。まずお寺を好きになること。時代の流れに遅れないこと。日本の文化を大切にすること。まずお寺を信じること。吉田さんのような熱意が大事だということ。自ら喜んで取り組むことなどなどの意見がありました。私は100年という長い先のことはわからないけれども、残るべく努力しているところは残るし、残らないところは仕方がない。インドでもお釈迦様の仏教は滅んだのですからと申し上げたのでした。吉田さんはやはりお寺に足を運んでお参りする人が増えることが大事で、人が集まるから経済的にも成り立っていくので、100年後も残るようになるとおっしゃっていました。ただし私が述べたように、
これから人口減少の時代には残らないお寺も出てくるので、記録をしっかり残しておくことが大事だとおっしゃっていました。しっかりした記録を残しておけば将来また再興されることがあるというものです。御朱印についても私もいろいろ学び直すことができました。御朱印を一度でも受けたことのあるという人は2000万人もいらっしゃるというのは驚きでした。1年に1回以上お寺や神社に参拝する人はなんと7200万人もいらっしゃるのです。一般の方がお寺について求めている情報の量を100とすると、今お寺が発信している情報の量は1くらいしかないというのが吉田さんの見解でした。これには驚きでした。まだまだ発信の量が足りていないことを学びました。それから参拝する人が増えるお寺の共通点というのが参拝者との会話があるということでした。御朱印を書くにもやはり少しでも会話があると違うというのです。会話はそんな難しいことでないのです。よくお参りされるのですかとか、今日は車で来られたのですかとか、御朱印帳が可愛いですね、どちらのものですかとか、今日は雨がひどいですが道中大丈夫でしたかという何気ない会話が大事だということです。それからネットの情報のない寺社は存在しないのと同義だというある方の言葉も紹介されていました。もっともこれはこれから仏神など情報発信を伝えるための講座なので、こういう言葉を伝えてくれたのであります。情報発信を通じて御朱印や座禅写経などに見える方が増えて、会話を通じてご縁を深めて長期ファンが増えていくということです。情報発信にはホームページ、Facebook、Instagram、Twitter などがあります。それぞれ長所短所があるそうで、ホームページは名前を知っている人だけにしか見てもらえない、 Facebook は登録済みの3割ぐらいだし、Instagram は写真がないと投稿できないし、 Twitter は情報が流れてしまうなどがあるそうです。そこで吉田さんはどれも利用すべきだとおっしゃっていました。その頻度については週に1回を目指そうということでした。情報発信することでする方も気づきが増えるのだとおっしゃっていましたが、まさにその通りで、私も毎日文章を書くことでいろんなことに気がつくようになりました。また一般の方々の声として、お坊さんは怖い、神主さんはいないという言葉も印象に残りました。禅宗では特に修行時代、厳しい顔をして修行しますので、怖いと思われることに反省させられます。笑顔でちょっとした会話をするというのがとても大事なのです。御朱印もかつては一過性のものではないか、あるいは単なるスタンプラリーではないかなどの声もあったのですが、これだけ多くの方が続けていると一つの御朱印文化と言えるとのことです。その御朱印を通して教えや歴史などを伝えることもできるというのです。毎月前後を御朱印にしているお寺もあるとのことでした。御朱印の対応が難しいというお寺には時間を絞って、何日の何時から何時まで対応できますと知らせておくというのも可能とのことでした。ともあれ、さらに情報発信の重要さと御朱印の意義など新たな気づきをいただくことができました。それから笑顔とちょっとした会話の大切なことも改めて学んだのでした。仏神からは西脇結馬君もお見えくださってサポートしてもらいました。ありがたいご縁でありました。それでは姿勢と呼吸とを整えてまいります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて
よし立ち上がるぞという気持ちでお尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていってストンと下ろします。息を吸いながら肩をニューッと持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をニャーッと持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろします。最初一息息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、はぁと吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな嬉しいなとこの思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。